はい、こんにちは。今回もね、分数の計算の続きになっていきますけども、どうでしょうかね、分数式。普通の計算とあんま変わんないかもしれないけど、ちょっ となかなか解けないなっていう人いたら、その解き方を、ぜひ今回も解き方いろいろ出てくるんで、因数分解の仕方とか分かんないところがあれば、一つ一つ確認して解けるようにね、してほしいと思います。で、こういうのは、ノートにね、きれいにこうね、数式とかを書いても、全然、解けるようにならないんで、このビデオを何回も何回も見て、ノートとか撮んなくていいから、この画面、このね、教室で何回も何回もビデオを見て、そして最後は自分の力で何も見ないで解けるようになる。そういうふうなことをね、繰り返すと、ぜひいいんじゃないかなと思います。きれいにね、こうノート撮る必要ないんで、最初はさーっとこう流してね、このビデオをね、見てもらうだけでもいいんですね。一応どんな風になってんのかなって頭でイメージして、それを実際に何回かやっていくとね、自分で計算できるようになると思うので、そういうことをね、やっていったらいいんじゃないかなと思いますね。そしたらね、今回は具体的な計算、そういうのをやっていきますね。今まではちょっと例でね、出してみたんだけども、じゃあ実際どういう計算をしていくのかなってことで、今回ね、やっていきます。例えばこんなのですね。こういう式を今ありますけども、A-BB、はい、式に言うと、A 次乗マイナス 4AB 次乗分の 4AB 以上は、こんな式はこう読む必要ないけども、こういう式だよと。ここに割り算があるね。これ細かいところはまず見ないで、全体を見たときに、あ、これ割り算があるじゃないかと。割り算があったら掛け算に直すんだよね。これをちょっと思い出して、割り算見たら掛け算に直しちゃう。こういう風にね、してほしいですね。そうするとまずここを、直しちゃって、で、どうしようかな。整理しちゃおうか。いいや、ここはいいや、同じまま書いちゃうと、4a 次乗マイナス b 次乗割る、a 次乗マイナス4、b 次乗か。で、かけるの、ここだけね、逆数になるから注意してね。こっちが 2a 足す b で、こっちが a 引く 2b が、こうなっちゃうよね。そうすると今度どうしたらいいかっていうと、因数分解をやっていくんだけども、今回はね、どこ因数分解するでしょう、まず。ここなんだよね。ちょっとここに注目してほしいんだな。さあ、ここどうやって因数分解するのかな。ちょっと分かんない人いるんじゃないかと思うんだけど、どうでしょうかね。パッて出ますか。これはちょっと特殊かもしれないんだけど、中学校の時に和と三積っていう公式やりませんでしたかね。また公式っていうと嫌かなと思っちゃうかもしれないんだけど、 A 次乗引く B 次乗っていうのがa たす b かける a 引く b、 こんな風になるよっていうのがワトさんの積の公式なんですけど、中学校の因数分解ね。で、そんなことを言ってもね、中学校忘れてるわっていう人もいると思うんで、これはどういうことかっていうと、こういう風に何かの次乗を引く何かの次乗っていうのをやると、こっちとこっちのまず足したものになる x、これ足したものになるよ。次にここ積だから掛け算するんだけど、引いたものになるよ。それだけなんですよ。これ形見るとね、ちょっと分かんない。これわざと分かると2つ書いてるけども、これ全然同じですよ、公式。なんか違うじゃん、数字が。アルファベット違うじゃん。そんな関係ないんだよね。さっき言ってるけど、公式が大事なんじゃなくて、この公式の意味が大事なんだよね。この x っていうのが、こっちの x に対応する。こっち x に対応する。こういう風な対応が大事なんだわ。ね、こっちは a だと書いたから a になってるけど、b で書いたから b になってるけどね、これ同じ意味だからね、そういう風に見てほしいんだけど、要するに何かの事情になってる。そういう形がここにあるよね、と。ここに a の事情がある。ここに、マイナスはね、そのままだからマイナスを置いておいて、4b 事情っていうのがある。ここにね、注目したいんだね。でも、このままやると、間違えると思うんだな。これ 4b 次乗じゃないんだね。y のところ、こっちの部分で。a 次乗はそのままいいんだけども、これは、ここどうやるかっていうと、ちょっとやってみようと。ちょっと書いていくと、ちょっとね、書いていくと、
A たす 2B で A 引く 2B になるんだね。こうなるんですよ。これが納得できたらいいんだけど、なんでって思った人はちょっと見てほしいんだな。これなんで 4B じゃないの思った人いますか？これどういうことかっていうと、 4B 事情っていうのは 2×2×B×B、 こういうことなんだよね。この B 事情っていうのは B が2回かけられてるよっていう意味なんだけど、これの事情っていうのは B にしかねかかってないんだよ。 B にしか4は何もされてない、事情されてないんだよね。だから B が2個あるんだけども、4は4のままだから 2×2 っていう風にしなきゃいけないんだね。それで2の事情と B の事情があるんだ。だからこれをカッコでね、あ、ここ見えないかな、これこういう風になるんだ。だからこれをカッコでねまとめると 2B のカッコの事情、こんな風な形で表されるんだよね。それはね、さっき言ってこう、あの括弧の話の時にちょっと言ったかもしれない。もしこれが 4B の括弧の事情だったらどうかっていうと、この場合にはこの事情っていうのは B にもかかるし4にもかかる、こういう風になるんだよね。両方ともかかっちゃうから、これだったら 4B っていう風のを当てはめて、これがね 4B 書けばいいんだけど、今回は4の事情じゃないんだよね。ここ注意してほしい。2×2 っていう風にやって2の事情になるので 2B ですね。これは これはちょっと和田さんの席、この和田さんの席のこっちの公式を使う部分と、ちょっとここ間違いやすい部分あるけども、ちょっとこれがね出てくるんで注意してほしいですね。で今度はどこやるかっていうと、上の部分だな。これのこっちの分子がね、こっちをやってみよう。これもここ注意だね。事情事情にはなってるけれども、4は 2×2 だから、だから 2A になるんだね。 2A 足す B で 2A 引く B、 こういう風になりますね。でこれもさっき公式公式なんてこっちの黄色い方にね、こっち側に書いてるけれども、公式公式とか言って覚えるじゃあ大変だと。でどういうふうにやるかっていうことなんだけども、意味を覚えてほしいわけね。これは何かの事情引く何かの事情になってる。これをねちょっと形を変えれば、何かの事情引く何かの事情になってる、こういう形にしたいの。そうするとこれは 2A の事情、こっち側は B の事情、そのままだけど、そうした時にこっち側のもの、こっち側のものに注目する。これ引くになっていることが大事だけども、引くになっていればね、こっち側のもの足すこっち側のものをまずここに書こうってことね。この公式の意味は、こっち側のものとこっち側のものをこういうふうに書こうということ。だからこの場合は A に当てはまるのは 2A っていうこと。これ一文字じゃないのとかって思う人、これ一文字じゃないんだよね。これ全体を A と置いてもいいわけじゃん。これ全体が A の事情ってことでも、アルファベットの A で起きるわけね。こっち X も同じだけど、これこういうふうに文字であると、これ一文字かなとかって思うかもしれないけど、そうじゃないかな。式にもいいんですよ、これ、こういう公式っていうのは。だからこういうとこで惑わされないようにしてほしいんだよね。だから意味を覚えておくことが大事。ここの部分とここの部分を入れて足す、こっちは引くっていう、それだけの話でね。そういうふうな意味を覚えておいて、間違いないようにね、してほしい。そして、あ、そうだそうだ、これもまあ言ってないけど、もう分かってるかもしれないけど、この辺の上のところにね、ボタンがあって、資料をダウンロードできるんで、計算自分でやってみたい人は、それプリントアウトして使ってもらうといいかなと思います。まあ、別にここね、黒板だけ見てても全然できると思うんでね、そこをうまく使い分けてほしいと思いますね。そうすると、じゃあこっちはどうかっていうと、まあ、ここはね、そのままもうこれ以上できないんで、カッコをつけてやります。同じでブロックだからカッコをつけると、でここ掛け算なんでそのままでいいけれども、
こういうふうに書いたら、あとはもう全部掛け算の形になったってことで、約分大会が始まるわけね。これはもう綺麗にいくよね。こっち側とまず、こっち側が約分できます。そして、今度、こっち側と、こっち側が約分できる。そしたら残ったのは、こことここだ。そしたらこれだけ書いてあげればいい。そういうことで、綺麗に因数分解すると、だいたいこういうふうにね、消えるようになるパターンが多いと思うので、こういうふうにね、一つ、因数分解少し特殊なものもあるかもしれないけど、最初はね、見たらわかんないかもしれないけど、やり方をね、ちょっと掴んでもらったらいいかなと思います。そしたら次の問題はどうなのかっていうと、ちょっとこれ、次はね、x 2乗、カッコ2って書いてあるかな。これ、このカッコ2って分かりにくいけども、x 2乗引く x、x 2乗引く4。こういう問題だね。ああ、違う違う。かける、x 足す2分の x。こういう風になっている。今回は、どこ因数分解したらいいか。大体因数分解なんだけど、今回は、ここを因数分解しますね、最初に。これをやったらいいかな。ああ、ここと結局ここもやるんだけども、こことここをやるので、最後の方のね、式からやってみます。そうすると、下の方は、x かっこ x マイナス1。こんな風な形になるね。これはね、式とかじゃなくて、x がこっちもこっちも両方入ってるから、x1 個だけ前に出せばいいじゃないっていう、そういう因数分解だね。そして、上の方は、これさっき出てきた和田さんの公式ね。和田さんの式。和田さんの式、まあ忘れたらもう一回書くけども、x 二乗足す、あ、違う、引くだ、引く。引く、y 二乗。こんな式があったときに、これは、x 足す y。x 引く y。こういうのの積で表される。和と差の積で表される。こういうことです。だからこの場合、ちょっと待って、2乗だよな、2乗。って思わないで、ちょっと変形すればいいね。これ、x 乗引く2の2乗ってやれば、2人が4になるよね。だからこの形、ちょっとこういうふうに書いておけば、やりやすくなるかもしれないけども、x 足す2と x 引く2の積だよ。こんなふうになる。あとはこっちはそのまま掛け算なんで、こっちそのまま書いておく。この場合は別にね、カッコつけなくてもいいんだね。1個だから。で、まあこういう風に書いておくと、全部、接着剤でくっついた形になったので、あと約分できるね。積の形だから。そうするとまた約分していくと、まずこの x が消える。そして x プラス2が消えるね。ここの。x プラス2っていうのが消えていくと、そうすると残ったものを書いてやればいいので、ちょっとここね見えないけども、 x マイナス1分の x マイナス2だよ。こういうふうにねやっていくと計算できていきます。そしたら次がね、3番がちょっとね面白い問題なんだけれども、どうだろうね。3番がね、これ面白い問題になってるんだけど、ちょっと解いてみてね、今。解いてない人はちょっと見てみる。問題を見てみたり、ちょっとイメージつかんでみてほしいね。はい。どうやって解くんだろうってちょっと思ってほしい。こういう難しい、一見難しそうな感じでも、あ、できねえやつって捨てちゃわないでね、ちょっと考えるようにね、してほしいね。はい。こういう問題だね。これはね、規約分数に直せってことなんだけども、もうこれ以上約分できないよって形に直してねっていう問題ですけども、そんなに、計算をね、するっていうか、約分するっていうことなんだね、要するに。これじゃあどういうふうにやるかっていうと、まず、さっき、こっちね、割り算が、分数があったら割り算にできるね。こんな話をね、してきたね。A 割る B にできるよね、と。こういう風にね、まずやってみる。そうすると、上の式、分子割る分母。こういう風にできるということなんで、一応これもカッコつけておいて、
x、まあ、1乗じゃないけど、これカッコであるとダメだね。それで、割ることの1マイナス x。こんな風にね、式直せましたと。そしたら、次、割り算が出てきた。これを、割り算が出てきたんだけど、じゃあ掛け算に直す。それはそうなんだけど、あと、これさ、通分されてないから、ちょっと計算しにくいっていう風になるんだね。なので、ちょっとこの中を先に通分しておきたい。この括弧内、こっちの括弧内をそれぞれ通分。そうすると、これはね、x に通分するから、これ上にも x かけると、x 事乗。こっちはそのままなので、x。こういう風になるね。で、これまだ割るはちょっと残しておいて、こっちを先通分します。こっちも x に、x でね、通分するので、こっちが x。で、こっちはそのままだから、こういう形になってくる。そしたら、今までと同じように、ここに割るついてるので、これ全体を逆数にしてあげよう。そういうことになってきますね。そうすると、あ、もうこれ共通で書けるので、共通で書くと、で、もう下のね、あ、下のやつは、こっち書かなきゃダメだね。x 事乗マイナス x。あ、それから、え、ここもね、ここも因数分解でできちゃうので、今やっときましょうね。ここの因数分解は、x カッコ x マイナス1こうなりますね。でここはそのままかけるんだけど、こっち逆数に直すので下に x マイナス1が来る。次にここに x が来る。こういう風なね計算になっています。そうするとあとはこれ約分していけばいいので、あれなんかおかしいな。あ、ごめんごめん。そうだ、ここおかしいな。ここね、ごめん。さっきこれ写し間違えたとき、写し間違いじゃねえよ。計算間違いしましたね。ここ、1なので、こっち側は x 分の1なので、そのまま x 分の1って書かなきゃいけないね。これ失礼しました。間違えてましたね。そうするとちょっとこれ変わってくるんで、ちょっともう一回、ごめん、直します。そうすると、これはさっきみたいな因数分解じゃなくて、また和田さんの席ですね。これ毎回出てくるね。何回も出てくる。x 事乗足す y 事乗。何回も出てくるってことは、これやりながらね、ぜひ覚えてほしいんだよね。この暗記するんじゃなくて、覚えてほしいんだよ。そうすると、x プラス y、x マイナス y。これは掛け算だよ。足したもの、引いたものの掛け算だよっていうことですね。でも、やっぱり事乗じゃないじゃんってことなんだけど、1ってさ、事乗しても1じゃない。これを使うんだね。1が意外と分かりにくい。だからそのまま事乗してもいいじゃん。1の事乗1だから。そういうことで、このまま事乗できるんで、これ x と1を使ってできるんだね。そうすると、どうなるかっていうと、さっきちょっとね、間違えてで失礼しました。そうすると、x 足す1と、x-1 になる。で、これ掛け算。で、下はこのまま x なので、こうやって。で、これは逆数なので、こういう風にね、入れ替えて、x-1。で、上が x なので、x 書くと。で、今みたいにね、間違えたときに、こう、ちょっと順番に追っていくとね、追っていって、どこで間違えたのかな、一気にバーってこういう風に消しゴムでね、バーって消しちゃってやるんじゃなくて、どこでね、間違えたのかなっていうのを、ちょっとこの、まず残しておいて、間違えた部分を。そして、あ、ここが間違ってるんだ。順番にもう一回自分のね、目で見て読むってことをやってほしい。計算結果を読むってことをやる。いきなりブワーッと消して、もう一回じゃあやり直そうっていうことじゃなくて、この解いた結果を見直すっていう風にした方が、例えば入試なんかでは時間ないんで、全部やり直したら時間すごい取っちゃうね。なのでそういう風に見直す、どこ間違ってるか見直す癖もね、つけたらいいかなと思いますね。やり方として。でそういう癖を普段からつけておいてほしくて。で、あとね、そう、これあとはもう最後は、こういうふうに共通な部分を約分すればいいので、ボンボン消えていきますね。こことここが消える。そうすると、めでたく残ったのは一つだけで、きれいになったと。x プラス1だけになりました。これがね、これ3番の答えですね。きれいになったなっていうことかもしれない。そしたら今度、3番今ね、これを、上割る下っていう形で
分子がある分母で解いてきたんだけど、ちょっと別解をね今度これ紹介したいと思うんですね。別解、はい、そしたら違う解き方もあるんだよっていうことをちょっと別解としてね登場しておきます。そうすると今度分子分母にね x をかけるんですね。どうやるかっていうと、ここのね分子分母を x 書きちゃう。もうちょっとここね、ちゃんと書いた方がいいかな。ちゃんと書きましょう。x マイナス x 分の1、1マイナス x 分の1。こういう式があって、分子分母に x をかける。そうすると、これをねやると。これなんで x が消える？ここが消えるんだね。で、これはここが消えてくれるんで、そういうことができる。で、x マイナス1になる。分の x 次乗をマイナス1。こんな形にいきなりできちゃうと。そうすると、あと上のところを、これ1の次乗だよね。x 次乗マイナス1の次乗。この形、和と差の式じゃない。ということで、この部分が x プラス1も x マイナス1、こういう風にできて、下が x マイナス1なので、おうおうおう、ここが消えるぞ、ここがっていうことで配合出ちゃうんだね。これね、どうでしょう、こっちの方が早いよね。これでもう x プラス1こういう風に出て、まあ、当然答えはねこっちとこっちは同じ答えなんだけども、どうでしょうかね。だからこっちの方が早いなと思ったけど、これはやっぱり計算ねしていくときにコツがやっぱあるんだよね。こういう風な形でできたら分子分母に x かけてあげよう。それは x かけることによってここ約分できちゃうじゃない x が。そんな風にね考えてやったら、こういういきなり綺麗な形になった。そしたらあと和と差の式で使うよ。まあ、こんな風にちょっと計算のね仕方が違うだけで、計算時間、まあこっちさっき間違いだけども、こっち間違い少なくできたりとか、そういうね、いろいろメリットがあると思うんですね。なので、今回これ紹介したかったのは、一つの計算でも解き方一つじゃないんだよってことをね、ぜひ知ってもらいたかったんですね。なので、問題があって解くとき、もちろん最初はね、自分で解けないかもしれないけど、こういういくつかの解き方っていうのを、例えばこっちがね早いから、じゃあこっちいらないじゃん、最初の解き方はいらないじゃんと思わないで、最初の解き方はどうやったのかなっていうのを追っていって、ああなるほどなって納得して、じゃあ次こっちの別解の方で早く解けた方はどうなのかな、そういうのをちょっと目で追って確認してほしいと思うんですね。でこういうあの早い解き方がいいなって思っちゃうかもしれないんだけど、最初からやっぱりそういうのをねできるようにならないんで、いくつかね問題を解いて、やっぱりそれはね量をこなしていく中で一番いい方法、その問題に対していい方法っていうのを見つけ出してほしいなと思います。では今回はこれで終わります。